こんにちは、夏林です。今回は初心者のためのギター講座ということで、スピッツのロビンソンの弾き方をやってみたいと思います。まず最初にイントロですね、イントロは D から始まります。こんな感じ。繰り返す、まあもう2回が、繰り返すんですけども、ストロークパターンとしては基本的な16ビートストローク、チャンチャンチャカチャカチャンチャンチャカチャンチャンチャカチャカチャンチャンチャカ、これがずっと、続くような感じになります。コードで弾くと、ゆっくり弾いてみましょう。次は Eシャープマイナーで D に戻る、 E シャープマイナー。まあこれをあと2回繰り返すというのがイントロの弾き方です。まあストロークさえ押さえとけばすぐ弾けるようになるでしょう。新しい季節はなぜか切ない日で、という感じですね。さっきとイントロのストロークパターンと全く一緒です。 A から新しい B マイナー、季節はごめん、いい、なぜか切ない日々で、からの D、 一応 A、 自転車で D、 立ち行く君を追い、もう一回繰り返し、感じですね。難しいところはあんまりないんじゃないかなと思います。16さえ弾ければ、難しくはないでしょう。この曲はですね、ほとんど、まあ、曲の全部と言ってもいいですね、1小節に1個のコードっていう意外に珍しい曲なんですよ。なので、コードチェンジのタイミングはすぐつかめるんじゃないかな。すごく分かりやすい曲構成になっているので、コードチェンジのタイミングで悩むというところがないので、しかもストロークパターンもずっと一緒なのでね、そういう意味でも慣れてしまうと弾きやすい曲だと思います。で次、B パートですね。同じセリフ同じ時思わず口にするよ、ほとんどバレーコード、これが、きちんとなるかどうかがこの曲の肝ですね。なのでまあしっかりコードの1234番目をバレーだなという感じで F シャープマイナーをピタッと、その前のコードが何だろう、E から F、C シャープマイナー。こっからここってすごく遠いようなイメージがあるんですけれども、特に最初の頃は。こっからここね。ここを、まあ最初のうちはですね、ここをこう目視で、見ながら、ここの5フレット目の、ポジションマークをこう目印にですね、こっからピタッとこう、コードチェンジできるように、何回も何回も弾きながら練習してみてください。同じセリフ F シャープマイナー、同じ時、次
には B マイナーですけれども、F シャープマイナーから B マイナーっていうのは、このバレエの指はそのままキープしたままになります。で、ここの2つで F シャープマイナーですね。で、これを力を抜かないでいて、こっちの3つだけを離して B マイナーに行くというイメージ。ここ、ここ、ここ、1、2、1、2、1、2、というところで、ここの力を抜かないで次のコードに行くイメージであるとスムーズにいくでしょう。で、E。には F シャープですね。このままで B マイナー作り上げるよ。ここだけが、1小節に、2つのコードが入る。で、しかも E から C シャープっていうところがですね、ここがね、なかなか最初は手こずると思うんですよね。僕がすげえそうだったから言うんですけど、ストロークパターンはジャン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 で、サビ前ここの C シャープがきちんとなるかどうかがサビ前の大事なポイントなので、ここはですね、まあ要は B の形、 B フラットだったり B の形で、C シャープを弾くというところが難しいところですね。この C シャープをなんとか、克服できればこの曲はもう、まあ、9割方弾けたようなもんです。で、大きな力でここでも C シャープが出るんだよな、なんとか頑張ってね、頑張ってね、F、まあバレーコード。ここだけ、ここもちょっとだけ、ストロークパターンを変えましょう。キー感じですね。ジャンジャジャジャンジャジャンジャカジャカというストロークパターン、ここだけなんとかこれが弾けないと、まあなんとか頑張ってみてください。大きなで、今までは D を弾いてたんだけども、ここだけ B マイナーなんですよ。でこのまま平行移動、2つ平行移動、1、2で次に、F シャープサス4なんですが、僕がよく使う手なんですが、次が F シャープサス4で F シャープで終わるので、僕がよく使うんですが、 F シャープを押さえてこの小指を1個下にずらします。それでも F シャープサス4に聞こえるんですよ。正確に言うとこれ F シャープ7サス4長いねになるんだけども、ここを1個、小指1個動かすだけでサス4になっちゃうので、
で、しかもこのアルペジオは、5弦を弾かないのでね、4弦が。4弦を弾かないので、それでも十分いけるんですよ。で、そっから F。F シャープか。F シャープで終わらせると、簡単なので試してみてください。もう一回順番だけ教えておきます。F シャープ刺すね。6から始まって、6321232323で F シャープ。ここはじゃな、もう一回続けてやりましょう。風に乗る、リッとかけながら終わります。リタルダントってやつですね。ゆっくりに「ルララ宇宙の風」ってゆっくりになる。まあ今はすげえ強調してやりましたけど、こんな風にして、まあ曲を弾けば、すぐ分かると思うんですが、そんな風に弾くと、曲の雰囲気を壊さずに、ギターで再現できるっていうか、まあギターはその通り弾いてるんですので、そんな風にして、この曲を、ぜひ弾きこなしてみてください。今回はこんな感じです。ありがとうございました。